旦届けるわ、ガラス全部。はい。もう、狼、交尾させて遊ぶぐらいしか。やることない。やることない。なんか次の朝あったらちょっと、なんか、面白いバイオムなんか冒険してくるけど。桜はあったよ、さっき。桜はあったね、確かに。雪と桜。何が欲しいんだろう、あと。いらんか。雪と桜ちょっぱ。え、ゴーレムのやつはその、どういう条件なの？なんか洞窟があったらダメとか言ったじゃん。うん。それなんだよ。そう。ゴーレムが湧いちゃうからだね、そこに。要は特定の場所に湧かせて。あー、でもこれ、トラップタワー近くにやっても大丈夫なの？確かに。一応それは横マスは離してる。これ上に上げんの？ちょっと待って。だるいぞ。だるい、ね。やばいよね。ガチだる。まあでも、そこがエレベーター使えばピュンじゃないのか。まあ。じゃあ寝る。寝ますか、これ。ああ、寝る。寝ようぜ。寝る？こんにちは、変なんだけど。あー夜通し作業続行。よし、ゾンビ狩りだ。2人だけ連れてきて食料あげて繁殖させるもありらしい。そうだ。え、村人って繁殖するの？え、何言ってるの？するだろ。え、するか。クラフトなしで何してたの？多いじゃない。ちょっと上にあげる装置誰か作ってほしい。あ、確かにそれいるね。確かにそれ作ってもじゃあ。でもソウルハンドないとさ、ダメじゃないか、あれ。いや、なんか途中空白にすればいいんじゃん。え、それで行く？ちゃんと上行かないか。わかんない。ちょっと試してみるか。ソウルサンドいる説ある、これもしかして。ネザーネザー行くとか、やることあるじゃん。ネザーゲート。マグマ周りあったっけ？ネザーか。マグマだまり。なかったようなやつな。今、オオカミ、みんな何体ぐらいいるの？ゼロ。四。え？四。わかんない。いっぱいいる。あれ？金時ないんだっけ？あるよ。中井さん、あれ？フリレーンは？牛では猫だよ。あ、猫かな。そうだ。あ、そっか。猫じゃないのに、ヒメンド入れちゃったよ。つけちゃったよ。あ、そこはやっぱ結ばれないんだよな、そこは。ダメだ。マグマだまり、あ、桜の方にあるよ、マグマだまり。あ、いやー、じゃあ、集中室作ります。せ。はい、お願いします。え、バケツ？え、バケツに行けって。なになになに？ゴー、ゴー。入れないよ。なあ、入れろよ。おい、何しに来たんだよ。おい、あぶな。お前クソが。何これ、作っていいの？もういいよ、もう作っちゃえ。だから作って。じゃ、無理スキルどんどん。俺が代わりに。俺が代わりに。夜無理なんだよ。シリーズさんに追われてなかったら作れない。大佐行け、大佐行け。無理だ。どうしよう。やれ、大佐。大佐遅いよ、お前巻かれてるぞ。よしよし、かわした。あー、もうおやめ、これ下行っちゃダメだって。あー、あやめ、大佐追いつけね。ダメ、これはそんなとこ行っちゃ。あやめ、これどこ行った？帰ってこない。いなくなった。いなくなった。さっき話してくれ。え、なんかやばい。え、なに、俺大佐スケルトン追いかけてどっかいなくなっちゃったって。どこ行った、あいつ。こいつか。痛い。死んだんじゃないの？あ、来た。おい、大佐。いてワープしてくれ。大佐、一旦帰るぞ。死ぬぞ、あいつ。大佐、やばい、大佐 HP もやばいぞ。もう死にかけたぞ、それ。なんでこいつセット下手なんだ、こんなに。バカ、7死だ、あぁ、死だ。え、何生きてる。え、なんで生きてんだよ。名前なくね。こいつ名前つけてね、まだ。名前つけてから、殺せよ。いや、生きてるから。せめてな。大佐、大丈夫それ。へぇ、死んだ。ああ、大佐。大佐死んだ。来てる。え、大佐死んだ。大佐死んだ。巡視。大佐巡視。今さ、ネザーって行けるんだっけ？今行こうとしてる。あ、でもヒューティッシュは誰？あらららららら。あの、シンクの板材が欲しいです。シンクの板材？シンクの板材。その、あの、燃えないための木材が欲しい。あ、なるほどね。それ木材やる必要あるの？行きます。看板とかフェンスゲートを作りたいから。Go。 木材がいい。Do nether。 もういけんじゃん。いきます。さあシンクですか、これは。あ、なんか羊来た。足場終わってる。いや、終わってんね、ここだいぶ。俺ピケル忘れた。バカからね。え、ソウルサンドとシンクを探すと。どんな感じですか、初期リスは。荒野ですね。うわぁ、最悪や。あれ、今水バケツって誰か持ってった？あー、俺が持ってったわ。帰ります。オッケー。まあ別に作れる。で、昆布はあるんですね。昆布はちょっとある。おー。まあ、でも鉄今もったいないもんね。いや、まあでも、いや、もういらんよ。作る分にはいらん。うん、だから。あ、そうか、回収するだけか。そうそうそう。ホッパー一応。あ、もう、ホッパーは終わってるから。
もうあ、ホッパーもできてんの？うん、もう3つ作ったから、だからインゴットはある分で使っていいんだったら金時さ、それもう帰る、うん、あ、オッケー、ま、マグマ1個と水が1個欲しいから、うん、バケツ今1個しかないよね、1個だけ作るね、とりあえず。はい、いや、ちょっと水ゴミやな。あー、そっか、あらまって感じだ。あ、待って待って、マグマ取ってきた方がいい。ブルーク、マグマの方が欲しいかも。あれ見えるか、水は調達できるから。あ、あの青い炎、あれは、あ、あるあるある、ソウルサンドだぞ。よく見つけたね。あ、本当だ、すごい。あるわ。あれはソウルサンドの。取っていくか。俺全然ブロック持ってないんだよね、実は。ある、木だけある。木燃えるからな。こっち行って降りれる？いや、いや、あと、それで、あと降りれんかもしれない、うん。ありがとう。降りれん。いや、これ全然十分。全然十分。降りれん。せっかくなら俺らもさ、この水流タワーでさ、もう、まあ、そう、上まで行けるようにしたらいいよね。え、村人は2匹いらいんでしょ、うん、2人いて人参さえあれば一応繁殖は可能。こいつらで行くね、この家で。ああ、じゃあもうここからもうここにタワー作っちゃう。まあでも分かんない、5人連れてこれるんだったら5人連れてきた方が楽ではあると思う、まあね、もうだって1個気候作ったら5人連れてくだけじゃん。確かに、たまに5人連れてきちゃう方が楽かも、ね、一旦この2体を確実に連れてきたい。 4人いなくね、この中に4人いるよ、この中に。え、じゃあそれ、え、めっちゃいるな、めっちゃいるよ。誰か捕獲したか。じゃあそれしよう。キリアム、水流のエレベーターってどうするのこれ。いや、もうそんな、とりあえずあのこれ積み上げればいいから。 それで、で最終的に上、一番下にソウルサンド置いて、一番上から水流流して中全部昆布にして、うん、終わりでしょ。昆布足りてんのか。最近は昆布はね、2スタックちゃんと持ってきたんで足りるはず。え、やるね。取っていいんだよね、昆布は。あ、ブロックだよ、うん、いや、あれ生き物だけどね。いや、ブロックです。いや、ボートよりも生き物だけどね。いや、ボート動くやん。ボート動かしてない。あれ、動いてない。俺は動いてない。動かない。その場所から動かないじゃん。ゆら。確かに。あ、そういうことね。あれ、ただ、なびいてるだけだから。動かなかったら動かんよ。結構使うね、それから。足りる？今、だってさ、それ 128×4 でしょ？うん。今日は。足りないです。足りないね。どう考えても足りないね。今、終わりました。おー。全然じゃん。まあ、いいんじゃないですか、見た目だけ。いや、これ畑チャレンジします。畑チャレンジ。死んだわこいつ。あーあー、まあ、どんだけ持ってないってね。畑が荒れたし。そらそうやろ。全然じゃね。全然、そもそもなんか距離が距離全然。あ、まあこんなにパンダ中でだけ残したらいい。でも足りなくない。いや、てか、どう、まずあそこまでどうやって登るんすか、あなた。それね、本当だよね。橋もつかないし。バケツ1個あればさ、こう登って回収して登って回収してでいけるやん。これだからどうしようね。どう？いや、一旦ここさ壊すやん。はい。やって、ちょっとそれ例のあれテクいことして。テクちょ待って、まず水バケツないよ。看板作んないと。え、水バケツないの？ないよ。仲間が今使ってから。あ、もう作るしかない。もう終わりじゃん世界。鉄なくね。あ、今一回使わないから下に投げる、水バケツ。どこに来るの？この水何これ。いくよ。投げる。あ、うん、このバグって。はい、見といて。いけ。おい。見えねえ。来てる。来た。まあ貸してみって。お願いします。じゃあ、それ上まで行ったところでさ、どうするかは決めてんの？こうやってこうやって行くんよ、こうやって。オーバーそれ、上級のブロックあるの、はいはい、上に置くようなブロックは、はいはい、あるんですか、ね、はいはい、上級取って、はいはい、聞いてる、はいはい、ああ何してんの、ほほっ、ほいほい、お、ほいほい、きたー、痛いあ、マジ何してんこいつ、本当に。動き出した。これ。あー、やばい、なんか。ガラスが今焼いてると。おい。うわ、なんだ。え、たっか。え、たっかくね。足りないかも。ガラス絶対足りなくなってさ。うん。取ってて。ないよね、え、あ、砂漠行きたいの、さすがに。いや、もうそんなレベルじゃないでしょ。え、いやいや、さすがにもう 128×4 でしょ。うん、だよね。あるある、全然あるよ。へ、やばい、今後も使いそうだな。ファントムが来た。
どうしよう。あーやばいな。ちょっと待って、これは一回帰宅。どうしたどうした。ファントムが来たから一回帰る、ね。寝ます。よし、オッケー。一回。寝たいね。一回寝る？多分そろそろファントム俺も。寝たいけどベッドここにないぞ。ハサミがあれば。ベッド多分足りないんじゃない？ハサミがある。ハサミあるよ。クリあ。羊どこ？じゃあまあ。こっちこっち農場。オッケー。アイちゃんいる。アイちゃん。はい。アイちゃんいるよ。アイちゃん。ブルーク。うん、どうせ。はい。降りて。え？俺が名付けるやつ全部ブルック関連になった。出れないね。うわあ、尽きたー。え、でも今。あとでも本当ちょっとなんだよ。本当に？うん。二スタックは二スタックある。二スタック絶妙だねー。やばい。やばい。ハントム。やばい。やばい。なんか痛い。これ抵抗できないのまずいよ。確かにそう抵抗できない。あー待って死ぬ。あー。ええー。ちょっと寝る？村から。俺もパクった。さあ来い。今度こそ。でも全然寝る。うわー。寝れません。モンスター近い。連打してください。連打すればいつかいける。いるんだよね。ドアの前にゾンビが。聞こえるね。多分もう絶対今起きたら寝れないんだよな。ブルークはまあ一回寝れますか？どかして、そいつをどかして、どかして、まあ一回殺されればリスポーンする前に寝れる。寝れるのかそれ？はず。あ寝れた。あ、あすごい。やっぱ連打か。連打か。中部の方はガラス足りる？いや持ってってない。ちょっと待って何マス？32個あればいい。ぴったり。余分に欲しい。いやいらない。絶対間違いない。失敗しない。私失敗しないので。大門中目だ。金時あと何マス積むか分かる？いやそんなものはね分かるはずもなく。横見るって話もしかして？オブの上側かそのトラップタワー側からつなげばいいんじゃないの橋を。ああ、でも多分こっちちょっと上の方がいいんじゃない？こっから水流で流すな。あ確かに。うお RTX4080 でかくなった。やばいよ。グラボ言うやん。おい絶対ペットにつけちゃいけない名前だって。M3 Max もいいぞ。スペックでしょ、ね。あ、俺持ってるよ。4080強そうだなこいつ。俺も初めて知ったんだけど、新装眼って丸石判定なんだこれ。え？新装眼で石斧とか作れるの？え？そうだよって言ってた人たち、本当？僕知らないよ。そうだよ。そうだよ。え？てか、なんでやったやん。え？やったやん。どこで？これ丸石とブラックストーンしか対応してないのかと思った。あれ？これさすがに上か。記憶がもうない。でもソルサンド置いていいんじゃないの下に。いや、どうやって降りようかなって思って。バケツちょうだい、バケツ。あ、いや、いや、ここから畑があるから。畑あるから。どこだよ、畑。ちょっとこ、あ、これね、あのね。あー、オッケー、見た。レッツゴー。行け。行け。ほら、ここだ。ここよっしゃーすげーよっしゃー3度目にしてね。これ置くよ、ソルさんとも。置いて。置いて。あー、お、え、これダメこれ。全部壊れていい。あ、いいんだよね。おー、すごい早い。おー。早いけど、高すぎて窒息しないこれ大丈夫？あ、窒息はしないか、そっか。ソルサンドはしない。すげえ。どうやって降りようこれ。だから畑にタイプ。畑しかないよ。畑にタイプするんよ。何のために登ったの今。いや。通路作るんだったら試しに行っただけだよね絶対ね。じゃあなんか適当な石でいいか。あこれワカメが飛び散る昆布だ。電力ガンとかでいいや。電力ガン。ワカメ。はい。電力ガン。今無職だな僕。散歩してあげね。散歩は今してきた。犬の散歩？散歩した。使用みたいな言い方しないで。それで成長しますみたいな。散歩もしてきた。村人入れる場所ってさ、高い？今その今のその、そこになる予定。あ、じゃあちょうどいいじゃん。え？天才？え？高さちょうどなんだけど。完璧か？え、すご。えぐこの階段。え？なんで中までぎっしりなんだよ。え、いや無理だもん。計算なんかできないから。計
計算なんかないできないから計算しないでよ。計算しなくていいよ。計算しするからさ。計算しないでいいよ。5×3 は何？そんぐらいしてほしいかも。ちょっとスマイルブロック持ってないの。じゃあさっきのでいいやん。8個。何しに来たんだよお前。こっからさ飛び降りてあのはしごのふもとに着地できるか。シャー君これ届く？まあ、全然無理じゃない。こっから行くか。この辺から。ああ届くかも届くかも。行くぞ。待ってろお前ら。それでも激ムズだな。行けんのそれ？全然無理。あ、行けそう。行けるの？すげえ。俺もやる。無理だ。あ、これ無理だ。無理だ。あ、行けんだ。おお。行けない行けない行けない。畑に降りるから。行けないんだ。こっちは簡単だよ。え、畑上手くね？なんなん？一人しかいないよ。もう一人は知らないっす。え？もう一人僕見てないよ。麦わらのルフィ2人いたじゃんさっき。そんなことある？さっき2人いたんだよルフィが。あーいた。さまよってる。さまよいルフィだ。名前つけてあげようよ。ジャイアンゴリムとかに名前つけていいからね。あ、確かに。あいつはつけるのか。全部つける。確かに。でもすぐ死ぬから。じゃあ一旦こいつシャンクスにしよう。どっちあ、間違えた。まあ、いいや。オーブ。あ、変えちゃった。サワインクス。木材欲しい、木材。これ麦わらの人じゃないの？シャンクスは。いや、こっちがどうせ、どうせ死ぬから。シャンクス死ぬの？どうせ。うん。え？シャンクス、命がって。命がもったいない。軽いもんだ、命の一個ぐらい。一個ぐらいっていうの。ふしふしの身の不死身人間だからね、シャンクスは。明かされたの？うん。これね、最新話で。ガチ？確か、うん、ごめん。本当にあんの？フシフシの実って。まあ、ないけどね。よかった。あと何やってるのこれ今。ワンピース。シャンクスどこ行った？シャンクス。あれ、シャンクス。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 命落としたかあいつ。あれ。命が。まあ、いた。シャンクスの命。いなくなるの早すぎだろ。さっきつけたばっかだろ、そんな。一人前の海賊になってからじゃないと、また会ってくんないからね、シャンクスは。シャンクス誰が言ってる？本当にルフィ、あれ以降、シャンクスに会ってないの？会ってないよ。え、やばくね？そう。ルフィが一人前の海賊になるまで、シャンクスは会わないんだよ。最後に言った言葉は、じゃあ、腕がってこと？そう。やば。いや、もうちょい、もうちょい。船乗るとき。ほっ。ヒリアン。ん？え、マジで5回ぐらい連続成功してる。いけるもんだな。いけるもんだな。いやー、目覚ましじゃんけん。じゃんけん。遊んでるわ、こいつ。何がいけたんだよ、これ。でも、こいつら肉にできないから。シャンクス選手権。確かに。一生知ることないよ、これ。牛乳ぐらいにしかできないよ。いや、英語ランク。あー、なんか名前が。英語、いるな。英語ランクの牛いるけどさ。おい、殺してけ。牛にも名前つけちゃうけど。ちなみに僕、ゾンビに一体 ZB って名前つけたけど。おい、どれだよ、わかんないよ。死んでるって ZB。数字にも名前つけるか、じゃあ。シャンクス、なんで、なんだよ、このシャンクス。これ。ちょっと。ああ、羊一匹名前つけたけど、わかんなくなっちゃった。よし。あ、いた。ドイツだ。ゴーイングメリー1号。ゴーイングメリー1号だ。いや、ゴーイングメリー号だよ。ゴーリングメリー1号じゃないよ。ご飯1号じゃ。朝になったら移送開始しちゃうか、もう。上はいけんの？ベッド敷いてあったらもういいのでは？わかんないけど。確かに夜ならちょうどベッドに行くんじゃない？え？全然始めてもいいとは思う。やっちめえか。やっちめえか。やるか。移送作戦。じゃあどうする？一旦さ。うん、ここをぶち開けて、いや、もうそれ準備はできてる、実は。え？反対側から、家の中から開けるようになってる。おい、余計なことすんな。あ、ここね。そう。じゃあ、ここをまず開けます。はい、開けちゃって。で、このベッドを破壊します。やれやれ。そして、おい、お前、おせ、新しい世界行きたくねえか？おせ。やばい。
いや、ああ、え、違う違う、今のは勝手に。あ、なんか行った。勝手に上がってた、上がってた。今、ぷんってなった。ああ、窒息ダメージ。あ、窒息ね。ああ、行ったね。行った、2人行った、2人来ました。はい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 。5人欲しい、5人。もう2人行きます。マジ？ぴょんぴょんしてるね。あ、でも1人、あ、1人いた、1人いた、1人いた。いた？いた、いた、いた。後ろから。戻るな。押します、押します。押して、押して、押して。はい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 。もう一人そ、あ、もう一人行きました。あ、もう一人も行きました。4人行きました。渋滞。これあれだ、逆流できないこれ。絶対もう流れには逆らえないなってる。お前、もう寝ろお前。まずいこれ。もうお前寝ろ。ああ、いった。もうこれ封じるよ。これを、ああ、封じて。よし、ナイス。で、これでもう、ああ、もう勝手に行ったわ。ナイス。俺も行っていいの？1名様ご案内。行くか。長っ。まあ夜になれば長っ。そんなげえなこれ。ゴールディロジャー来た。なんだこいつ。いけない？いけない。ゴールディロジャーいけないね。ゴールディロジャーだったのかお前。誰か。ロジャーも行くよ。ふさげる。俺ふさげる。あ、オッケーオッケーオッケー。あれもう一人麦わら帽子のやついなかった？え、5人いるよ。そいつ麦わら帽子脱いだ。フジール。え、ちょっと待って、バカバカタレ。ロジャー、ロジャーやばい。海賊王、世界で一番自由だから。ゴールディロジャー。ゴールディロジャー。いけいけいけ、お前。一番自由だから、この海で。よし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 。ロジャー確保。で、そしたら、これね。そしたら懸賞金もらえるかな。懸賞金。これ道をね、道を変えた方がよくて、これ、道を全部ガラスにしたいっすね。ガラスが必要なの？また。ああ、わかんないように。要はこの道に湧いちゃうと良くないじゃん。ああ、なるほどね。そう、この道だからここもでも。死んだわ。建設中の事故で確定で死んだわ。え、待って、ここどこ？ヒヤリハット。ヒヤリハット。あ、ショキリス？ショキリス。あ、でも近いよ。大丈夫。え、でも湧いてんのかちょっとチェックしたいなあれ。大丈夫かな？え、もうあれで完成なの？一応完成なはず。あんなね、あんな小さいのでいけるんだねっていう。え、こいつシャンクスじゃなくてサワインクスだったの。そうだよ。気持ち悪い本当に。これをお前らシャンクスって呼んでたの。まあサワインクスはちょっと読みにくいね。まあでも、まあでもこれだったら怒られないか。うん、別にシャンクスではないから。確かにそう、文字でもいいのか。うん、フリーレーンも大丈夫。フリーレーンは大丈夫。アイちゃんだけは。アイちゃんまずいって。これ金時、これまたこれ俺だね。お前攻めすぎだな。猫の名前。アイちゃんもいっぱいいるじゃん。砂足りない、掘ってきた方がいい。どっか今牛ってこれ何で育ててるの？左下、左下。これもともといたやつ。右。ああ、別に英語ランクどうする？英語ランク調理しちゃっていいよ。調理できんの？でもあれもダメでしょ。火打ち石で火つけない。ダメだよね。え、ダメなの？燃やしてるじゃん。いやだから燃やしてる場所に牛が歩いていったらいいんでしょ。そう。直着火はダメ。そう。直着火ダメ。石がなきゃいいんだよ。うん。そうだよ。密室の恋だったらいいってことね。石あるけどな、めちゃくちゃ。ないない。ないか。ないない。ないか。キリアン今上どんな感じ？上一応あの剥がしただけって感じ。ああ、ちょっとガラス持って全然足りないね。ちょっとでも床はまだ剥がしてない。ああ、マジ？みんな食料マジどうしてんの今これ？なあ、もう自殺してるよ。パン。正直。せっかくパン工場を作ってるから。あれか。遅いんだよね、成長。でもまあある程度一回増えれば。パン工場。でも人参の方がいいんじゃない？だったら。人参回復量少ないからさ。 I have a pen。 好きじゃないんだよ。これはペンです。 I have a pen。 これはペンです。これはペンです。どうだこれ。ペンです。 This is a pen。 はーい。飛沫感染ネタで飛沫潰し。これ張り替えるよ。じゃあはいはい。あ、もう張り替えスタート。うん、張り替えちゃってよ。ゴールも開いてんのかな。ちょっと待ってよ、この辺から。ああ、ちょっと待ってね。何開いてる？入ってはない、まだ。ここか。夜だからかな。
怖いね。このトラップできてから動いてるのを確認するまでが一番怖いよね。そりゃそう。あれ、ちょっと気持ち悪いな。つまり頑張って壊してあれ。あれ頑張るって壊すってことは俺死ぬってことだよね。手届かないの？届かなくね？あぶね。え、届く？届くだろ、届くの？これピッケル届く。わかった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 。え、こうすればいいんだよ。うん。何もおかしなことはない。あぶね。ああ何くそ。危ない。この上の子しかないから。夜は効率悪いらしいから寝た方がいいんだよ。寝るか。いや寝るか。一回寝て上見に行こうよ。また。え、これ帰りは？帰りは帰りはしご。この辺から。だいぶ。やべ、ミスった。ミスった。あぶねえ。うわあ。いえ。1時間で150個らしい。ほまに？マジ？いわくね。いわく。1時間で150。これでもう目の前に湧くの？いや、湧くはずなんだけどね。この水のとこに？湧くはずなんだけど。一番怖い時間ね、これ。大丈夫。一番怖い時間。湧くって聞いたんだけどな。ゴーレムが湧かないという不具合があったら、村人を入れ替えるかベッドを置き直すといいらしいぞ。おう。ほう。入れ替える。一応覗きに行ってきていい？なんか、ちょっと今、この。ゴーレムが出なくて不安よな。中も動きます。ちょっと一回さ、シャケさ、俺が中入ったらさ、すぐにさ、ここ閉めてほしいんだけど。まあ閉めるブロックあるよ。土とかでいいんだけど。あ、木ある。はい。閉めていいの？うん。それで、何いる？テンコ。1、2、3、4、5、OK。で、一回ベッド置き直すか。一回全員分ベッド置き直してみよう。はい、よいしょ。おお湧いた湧いたおおすげえ急に急に壊した壊した瞬間いや壊した瞬間で壊したへぇ、来た来たこれで鉄があるー完璧で最強やん最強来たできてますびっくりしたなんかベッド壊した瞬間にガフンって急に言うからタイミング関係ないのたまたまかなたまたまかなこれなんかガラス割れてんじゃないかここそこはなんだね足りなくて置けなかったそこそこおー開いたおー開いてるねおー結構早いやんはい、ね、だから言うたやん、ね、今結構早いね言いましたけども罠にはまった罠だわゴーレム硬硬いねおー当たり5個よしよしよしいいねこれできたできたよかったよかったいい、ね、イエーイ初めて見たかなり強くなるゴーレムトラムって初めて作ったな初めて見た、ね、めっちゃ便利やこれめっちゃ大変だと思ったんだよねなんかゴーレムトラップでも昔でもめっちゃ大変じゃなかったそのドアをさ位置をずらしてみたいな、ね、村の判定が変わったんだろうねベッドとベッドと村人だけで行けるようになったっていうのが大きいんじゃないかなドアがあったよね昔はねその村の判定でうんそう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 ポピー来たあそうポピーはコンポスターに入れればコップになるよっていうあ確かに有効利用そうそうそうコップにもできるから、コンポスターとか置いといてもいいかも、ここに。いやこれはいいもんができたな。うん、あいいですね。これで、こっからね、無限の兵士が。無限だよ、こっから。口寄せできる!22。もうちょっとで1体作る。そうか、36で1匹だから。うん。で、これは攻撃してないんですよね、これね。勝手にゴーレムが、そこに出てきて、うん。勝手にたまたま湧いたところにマグマが置いてあっただけで。そこだね、そうだね。しゃあない。そんなしゃあないわ。湧いちゃったんだな。湧いちゃったじゃないか。うん。ブルクって名前が自分のペットスネープに次元の狭間に取り残されてる。無能じゃないのかね。無能じゃないの。俺今殴られたよ。角刈り君。さあ、レッツ、ネザー。